はい、えー、今日は一般社団法人マインドフルネス瞑想協会代表理事の吉田正夫さんをお呼びしてインタビューさせていただきます吉田さん今日はどうもよろしくお、ね、どうぞよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いします吉田正夫です、うんはい、ありがとうございますでは早速、えー、インタビューの方に行きたいんですけれども、えー、まずですねどのような夢ビジョンをお持ちですかということを吉田さんに聞いてみたいんですがいかがでしょうかはい えーとまあ、ビジョン夢ですよね、はいまあ、私自身今マインドフルネスの書籍を書いたり行政、まあ、講座をやったり、はい、オンライン講座をやったりしてるんですけれど、はいまあ、そのような活動を通して、まあ、マインドフルネスを日本に普及させることというのを、まあ、大きな目標としています。で2 0 0ね。9年から指導をし始めて2014年にマインドフルネスの本を書いてでそこから、まあうん、マインドフルネス関連の執筆を やったりアプリをやったり、うんまあ、オンラインで講座をやったりして少しずつマインドフルネスに対するこの認知というか、まあのはい、マインドフルネス瞑想ちょっと怪しいっていうところから、まあ、徐々にテレビ特集されるようになってきたり、うんまあ、企業研修で導入されるようになってきたので、うん、あの少しずつは実現されてるかなとは思うんですけれど、はいまあ、さらにこのマインドフルネスを、まあ、もっと多くの人に、まあ、できれば義務教育とかね、うんまあ、学校教育とかでこういうことをやると 早く知っておくことによって、自殺とか打つとか、うん、まあ、自分自身がなかなかね、こう愛さない、受け入れられないっていうね。ところから来る苦しみ、はい、ストレスみたいなのが軽減していったらいいなっていうふうに思っています。はい、なので、まあ、私を含めて多くの人たちに、このマインドフルネス。まあ、心を安定させて、今この幸せを感じる。この力を育むっていう。このメソッドは、あの、すごく素晴らしいものだと思っているので、まあ、たくさんの人にまだまだ。 伝えたたいいいい分かち合いたいなと思っています、うんうん、あ素晴らしいですねなんかそれが本当にたくさんの人ができるようになることで本当に今悩んでる人が悩みがなくなって明るくなったりとかうつ自殺が減ったりとかものすごく可能性が広がっていくんだなっていうのを感じます。はいそうですねなのでコメントとかメッセージとかで毎日のように本当に薬を飲まなくてよくなったとかう、はい、つが改善したとか、えーまあ、量が減ったとかですね うん、なんかそういうメッセージをたくさんもらえるのであの、はい、あまだまだこれを知らない人たちって実はたくさんいて、はい、自分の周りは、ね、結構知ってるか,かなっていう感じにはなってきたんですけれどまだまだあの知らない人たちがいるので、まあ、初心者向けの内容の、まあ、本だったりとか動画配信とかオンライン講座を今やっています。はい 素晴らしいですね。<laughs> ありがとうございますでは2番目の質問なんですがその夢ビジョンをですね実現されるために吉田さんが目標計画を立ててこういうふうに行っていきたいというようなことはあ,りましたあるでしょうか、はいまあ、具体的な細かい目標はあまり立ててないんですけれど、はい、まあそうですね、えー、と今やっているところとしては今養成講座をまあ毎年開催して。はいうん たくさんの人に参加していただいて認定講師が増えてきたので、ね、まあ認定講師がさらにこう学びを深める場とか、はい、まあつながりを感じれる場を作っていきたいなっていうところとあとまあそういうふうにこうより深く学びたい教えたい人向けのコミュニティに加えて、はいはい、さらにこのまだやったことがない初心者向けの内容もやはり同時に大事かなと思っているので今それは YouTube ライブっていう形で、まあ、週に1回無料で開催して、はい いますなので、まあ、初心者向けの、まあ、内容をより噛み砕いて、まあ、分かりやすく書籍や動画で伝えていくっていうことを、まあ、定期的にやっていく、まあ、これにより、まあそのまあ、自分の影響力とか、はい、周りの人の,その,そのマインドフルネスといやヨガに対する認知が高まって、まあ、自分の仕事も、ね、こう,うまく循環していったらいいなっていうふうには思っています。うん なので、なるほど、ね、はい、まあ、瞑想のアプリの音源を作ったり、また YouTube で瞑想のあ,、うん、あの音源を、まあ、定期的に配信したり、はい、はいまあ、定期クラスをやったり、オンラインクラスをやったりしています。すごいですね。その認定講師ということは、教える人たちもどんどん育てながらっていうことですよね。はい、まあ一番メインのお仕事としては、はい、それがまあ多いんですかね。一番毎週末はそういうトレーニングが。うんはい オンンラインの本当はねリトリートっていう形で合宿でね、はい、あの石垣島でやりたいなと思って 2>,、はいはい、2年前に移住してきたんですけど、はい、コロナの影響で1年目に2回ぐらいやったんですけれど、はい、あとは今年もできそうにないので残念ながらオンラインの養成講座とかオンライン講座が今メインの仕事になっていますあそうなんですね早くコロナが落ち着いて石垣でできるようになったらものすごいなんか素敵ですね。 そうですね。またいつか開催したいなっていうね、うんうん、気持ちはありますね。はい、ありがとうございます。もう本当に人を育てることでなんかどん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 影響力が拡大して、やっぱそれに触れ触れることができる人がすごく増えていくっていうのはなんか希望に感じますね。そうですね。またあの教えることによって自分自身の学びが深まっているので、ああなるほどアウトプット、はい。 を前提としたこうインプットをすることによって、こう自分も一緒に成長させていただいているっていう感じで、あの<ー>教えることによって自分がこの学びが深まったり、はい、あの未より継続したり、あのより深く学びたいと思ったりするようになるので、あの講師を目指す方には、まあ、そういうアウトプットしてもらったりとか、動画とかオンとか提出してもらったりとか、色々、はい、工夫をしています、はあ。なるほど、ありがとうございます。では次の質問に移ります。 えー、その目標計画に対しですね現在どのような活動指針を持ってどのような活動をされてますかということで、まあ、活動内容については結構今までのところでも伺ったかなと思うんですが、うんうん、大事にされ,るされている活動指針を中心にお話いいいいただいてもいいですか、はい、私が、まあ、クラスで大切にしていることは、はい、気づきを受容ということをとても大切にしていて気づきはアウェアネスとか意識、はい。 ととかか気づきとか、まあ、あの原始仏教でいうと「サティとかね、まあ、自覚とかいろいろ言うことができるんですけど、はい、まあ今ここで起こっていることをしっかりとまあ意識しているっていう、はい、自覚しているっていう状態ですね、はい、そしてもう一個はあの需「重要アクセプト」とか「アクセプタンス」はい、または「セルフコンパッション」とか言われたりするんですけれど、はい、まあ受け入れる、まあ、自分が今感じていることをありのまま受け入れる、はい、自分の存在そのものビーイング をこう愛するというか、まあ、自分自身を受け入れる愛するっていうことを、はい、まあ同時にあのクラスの中でやっていますなので私のクラスに参加する人のアウェース、はい、セルフアウェーネスが、まあ、クラスに参加する度に高くなって、はい、それが日常生活にも広がっていってそして自分を否定したりとか批判したりとか、はい、まあこうう自分を責めるっていうね はい、心の癖を緩めて、まあ、自己需要自分自身が感じていることを、まあ、迎え入れる歓迎する受け入れる、まあ、自分自身を愛するっていうことがあのできるように、まあ、深まっていったらいいなっていうふうに思っていますで自分自身もこのアウェアネスと需要っていうことを、まあ、深める実感するために日々、はい、毎朝瞑想をしたりヨガをやったりして、はい、その深めた感覚を、まあ、クラスで言語化して伝えていくということをやっています。はい うん、なるほど。なんか素敵ですね。そこでどんどん気づきが起こることで、まあ、日常生活が本当に変わっていくんだろうなっていう感じがしましたね。そうですね。需要っていうのも、あのなかなかできたらいいなとは思っても、やっぱり皆さんすごく困ってることだと思うんですよね。<laughs> なんかでもお話を聞いていると、吉田さんのそのクラスに参加することで、それが具体的に本当に現実にも変化が起こすような。 形で皆ささんが成長されていっていいっるのかなというう印象を受けますねそうですねねそでなので、まあ、参加した方からは結構以前よりか自分を責めなくなったとか、はい、まあイライラしている自分に気づいたりとか、うん、まあダメ出ししている自分に気付けるようになったとか、うん、まあそれでいいんだよっていうふうに自分に <laughs> あの自分の感情にね対して言ってあげれるようになったというふうな声を頂い,いているので。 やややはりあのマインドフルすするとと思考感感覚や感情のの関係性ですよね、はい、これが変わっていくのかないいうふうふに思っていますなので気づきがなくそれを否定してなんか抑圧したりとか消そうとしてたりする関わり方からちょっと適度に距離を持ちながらいいんだよっていうふうにこうありのまま見る受け入れるっていう感覚や感情思考とのまた新しい関係性がこの練習によってあの作られているのかな脳が変化してってるのかなっていうのはすごく実感しています。 えーそれはすごいですねなんか本当にその自分でそれができると、まあ、日常の中の人間関係だったりお仕事だったりとかそういう時もまあやっぱり困るのは自分の考え感情が暴走してしまったりとかそれで相手の話を落ち着いて聞くことができなくて仕事で失敗してしまったりとかなんか。 あの私もいろんな方のお話を聞くんですけどやっぱり皆さんそういうことにすごく、まあ、経営者であっても普通の,あの社員の方であってもいろんな方が悩まれてるのはその自分自身との関係性とかその自分自身の考え感情との関係性のところに一番困ってるのかなというふうに思うことが多くってですねなんかすごくそこをトレーニングすることができる場ってでもなかなか。 ないですよね普通は。そうですね。まだまだこれからね、うん、必要とされる分野かな AI とかまあコンピューターには取って代われない、はいまあ、心を扱うお仕事なので今あの学びたいっていうニーズは高まってきているような気がします。はい、で前はヨガ講師の、はい、その界隈の人が多かったんですけれど、はい、今は結構その 養成講座して参加してくれるという方は経営者の方とか結構年が上の方とか、はい、あの医師の方とか、うん、専門的に心のことを学んでいる方とか、はい、普通に何か違う仕事を専門にやっていて、はい、マインドフルネスをステップアップする形で学びたいっていう、はい、なんか少しずつこのヨガのヨガウェアとかヨガマットではないジャンルの人たちにもこのマインドフルネスがこう広がってきててそれはすごく嬉しいですね。はい、あ本当ですねなんかもう もういろんな会社に全部吉田さんのそ,のそれが入っていったら日本とかも全然変わるんじゃないかなって思いましたね、今、聞いててでは続き,聞い,ていただきあの聞いていきたいんですが、はい、そもそもですね吉田さんがその夢ビジョンを持って今のような活動指針を持っていやあの活動するようになるそのきっかけとかですねそこに何か出会いとか発見とか何かがあったのかっていうことを、はい、あのお聞きしたいんですが。 はいはい、まずやはりあの瞑想とかヨガとかこういうことを、はい。 これのこととか学ぼうと思う思きっかけっけてやっぱり皆さん聞いてたら苦しい体験をしたりとか人生がうまくいかなくなってでそこで自分の心と向き合ったりそういう本を読み始めたりっていう方が多いと思うんですけど私も同じでなんか人生がこのうまくいかないなんかこのままどうなるんだろうみたいな不安とかあとは自分のことが好きになれなくてまあ自信がなくなっても何もする気がしなくなったような時期があってで打つまではないんですけれどやっぱりあのそういう時期にちょっとこのままではいけないなと思っていろいろ本を読んだら。 まあ脳の変化にこのマインドフルネスまあその頃はまは瞑想でしたけどまあ瞑想がいいっていうことで,でそこからそのまあ一番最初のきっかけとしては綿本明先生の「の瞑想入門」っていう本で,でそこから綿本先生のヨガのスタジオにあの銀座のスタジオに行くようになってでそこでまあ学ばせていただいてアシスタントとかするようになりでうんまあその綿本明先生からヨガを教わったっていうのが。 ありますでそこからあとはヴ、ま、ィ、あ、パッサナー瞑想の合宿に行ったりとか心理学で自己需要っていう概念に出会ってでその自己需要をかなり意識してったらその感情の解放感情をしっかり感じていく。 っていうこことをやっってたたら、まあ、感情の解放が起こったりあとはそのマインドフルネスの、まあ、認知療法的なところを学んでいく中で、はい、自分の自動思考ですね思考を書き出してみると、はい、ああ自分のこういう自動的に湧いてくる思考の背景には、まあ、幼少期の過去の経験とか記憶とか印象みたいなものがあって、うん、まあ思い込みスキーマーとかビリーフっていわれてるものがあって、はい、でそういったものを結構自分でこう棚卸じゃないですけど深、まあ、めて。はい あの深掘りしててった時期があってでそれにより自分の心の癖とか体の癖みたいなのがなんとなく見えてきて、はい、であ瞑想をしてそうかあそうかっていう気づき、まあ、ちょっとした気づきなんですけれど、はい、それまで、まあ、妻と喧嘩してたような同じパターンとかで、まあ、その背景に何があるのかなとかっていうふうにそれまでは見なかったんですけど、はい、あただ怒って反応してるだけだったんですけど、はい、<laughs> その怒りの根っこに何があるのかなとか見るようになって。 <で><ー>でその苦しくなるようなパターンとか<ー>自分思い出して何回もそれを反芻する癖とか、はい、そういうに受けるようになって、はい、ああこの本当にこのアウェアネスっていうことと、はいまあ、自分に対する思いやりとか需要の心がなかったから自分は苦しかったんだなっていうのが本当に今もあの<ー>痛感していてでそれを結構伝えるようになってたらまあ私以外にも再現性があったっていうかたくさんあ、はい まあ本当に感謝のメッセージをもらうようになったのであこれはたくさん私だけじゃなく現代の多くの人に欠けている部分、はい、日本には現代の日本人に欠けているところなのかもしれないなと思ってあのバランスを取るためにこの感受性を高めるトレーニングとかアウェアネスの、はい、要っということを、まあ、あの発信するようになりました。うんなるほど,なるほどすすすすごごいででねねもののののく追求をされたんです、ね、その初めの脳の あの本,本ですかね読んでからっていうところからそうですね、うん、なので、まあ、今ではその苦しかった時期に感謝してますけれどもともとその瞑想とかに興味があったわけじゃなくてやはりあのあ<ー>苦しみから解放されたいとかまか、あ、楽になりたいっていうところがあって。はいはい うんでまあ学べば学ぶほど本当に奥が深くて先が見えないそこが見えないぐらい本当に深い <laughs>、はい、あの世界ではあるんですけれど、うん、まあ、はい、初心者向けにあの自分が学んだことを分かりやすくあの誘導してったり、まあ、記事にしてったりすると結構分かりやすいとか、はい、声がいいっていうふうに言ってもらえることが多かったので自分は結構瞑想誘導の CD とか、はい、動画から最初入ったのでいきなりインドに行ったわけじゃなくて、はい、やはり CD とか動画から入って、はい、であ自分もうちょっと ちょっと学びたいなと思ってあのインドに行ったりさらにちょっと難しい本を読んだりとかするようになったので最初のきっかけを、まあ、作る人にな,、まあ、なりたいなっていうふうに思っています、うん、なので、まあ、なるべくわかりやすい言葉で、うんまあ、誰でも入りやすいような、まあ、名の本とかをか意識しています。な、うん、なるほど今もも声聞いててもなんか本当に 声だけでななんんか癒されるような感じがしますもんね <laughs> 安心感があるというか、まあ、声だけじゃなくてその雰囲気とかですね吉田さんの、まあ、その今のあり方がすごくそのまま出てるのかなっていう風に感じますね。うん、はいいありがとうございますでは最後の質問なんですがその、えっと、一番初めに苦しくなって、まあ、そこがきっかけでということを今あの 伺ったんですけれどもそもそもまあ、いろんな方たちがやっぱり悩みがあってそう苦しくなる時期っていうのはたくさんの人があることだとは思うんですけ,どけれどもその中でもその吉田さん自身はそういう気づきやきっかけを通してどん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 ,どんこのその方向性であの自分自身も追求していくしさらにそれを他の人たちもにも。あの 提供するるこことととででで再現性を持ってできるんだということで私から見たらかなりです、ね、活動的にあの活動しているように見えるんですけれどもそのような吉田さんになった背景にはどういうことがあるっていうふうに自分で思われますか、うん 多分同じ悩みを持っていてうん、うん、悩んでた時っていうのは何歳ぐらいの時だったんですかね一番初めに悩んでたのは25、はい、歳ぐらいですね。20代の中盤でこれからの進路ですよね、はい、これから何がしたいのかどういきたいのかっていうのが分からなかった。でそれまで、はい まあ漠然と俳優になりたいとか、まあ、役者をやりたいと思って大学は演劇の専攻をやってたんですけれどこれでも自分がしたいことじゃなかったかもしれないっていうことが、まあ、いくつかやってみて分かって、はいはい、そこで自分がどうしたいのかなっていうところでもうでもあのその時には何かもう自分何もできないしなみたいな感じで思ってたっていうのが最初です。でそこからまあヨヨガガを学び始めててての先生がすごいいキキラキラして輝いて見えて そこで当時その綿本明先生が4040、はい、そ,40その時明先生40ぐらいでど、はい、んなふうに自信を持って堂々とこうなんかこう、まあ、みんなを導けるような、はい、そういうふうなあり方活動ができたらすごく素敵だなっていうふうにはその当時あの思ってでそこからまあヨガの、うん、あの座とかいろいろインド行ったりとかしていく中で、うん、その「うん、私は誰か」 究極の問いというか、まあ、自分自身をよりこう深く知る本質を探求したいっていうところがやっぱり結構えてきたっていうのもあって<ー>そうですね、まあ、あとは、まあ、その瞑想による体験ですとか、まあ、ちょっとその、はい、哲学で書かれている難解なこととかが、まあ、瞑想していく中で何かこう分かってきたりとか、はい、体感として前は分からなかったこと、うん、が <laughs> そういうことかみたいな。あ <laughs> 私は思考ではないってそういうことかとか、はい、その私はいないってそういうことなんだとかっていうのが最初は意味が分からなかったことが瞑想をしていったり、はい、手伝を探求していく中で何か分かってきて、うん、あ面白いなっていうようになってきたっていうのがなので今も学べば学ぶほど面白いっていうか、うん、あの分からなかったこととか見え方が変わって、はい。 でそれまでの見える世界が変わったりすることもあってそれだけやっぱり面白くて今もまあええ、ね、なるほどなんかヨガや瞑想に出会って、まあ、誰もがそこまでそういうふうに本質的なことを面白いとかこういうことかっていうふうにまで探究がいかない方っていうのもあると思うんですけど昔子供の頃からなんか吉田さんは。 そういういろんな本質的なことに関心がある方だったんですかね。うん、まあ結構ぐる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 ずっと考えすぎるタイプではあったんですね。それについてこれはどうなのだろうみたいな、はいはい。それによって結構20代中旬的にちょっと考えすぎて、苦しくなった時があったんですけれど、瞑想、はいはいはい、をして考えることを手放したことによって何かすごくそのまあバランスが取れるようになったというか、まあ、考えない時間を取る。はい ことによって何かその後のまた、まあ、理解とか学びが深まってくるっていうところもあったりして、はいうん、でも段階を経てですね出会いだとか、まあ、いろんな苦しみを経験したりとか、はいうん、実践していく中の変化ですとか、はいうん、そうですね、まあ、徐々にっていうところもあるかもしれないですね。な、うん、なるほどなるほほどど なんかでも聞いていると本当にその時々でものすごくその大きなアウェアネス、まあ、気づきや需要があってそれによってまあ段階的に本当に変化心の底から今までなかったようないろんな変化があったんだろうなっていう感じは思いましたねやはりまあその瞑想はい。ヨガによる変化より良くなっていくっていうことを。 まあ分かち合いたいというか、シェアしたいのかもしれないですね。そうですね。なんか話を聞くだけでなんか感動が伝わってくる感じがします。最後になんですが、はいえー、そうですね。あの見てる読者の方とかですね。あのこれ、うん、動画見られる方に何かメッセージを一言いただいていいでしょうか。はい。 ええと、まあ、もしあなたがまマインドフルネスをもしまだ知らなかったら、はい、やったことがなかったらま是、あ、非これもね。何かのご縁だと思いますので、あの私の youtube とかまあ、書籍とかであの無料で情報を配信していますので、ま是、あ、非フォローして一緒に実践していただけたら嬉しいなと思います。8週間毎日45分実践すると、脳の構造が確実に変わっていくということが言われています。ま扁、あ、桃体っていう怒りとか恐れを感じる部位が5%小さくなるっていうことが分かってます。なので、心がイライラ。が落ち いいたりり安らいだり、ね、心の平安幸せに、まあ、直結するこれは実践だと思っていますので、まあ、もしよかったら8週間あの毎日続けてみてよかったらあの一緒に継続していっていただけたら嬉しいなと思っています。と、はい、いうわけでまたいつかどこかで、まあ、オンラインかもしれないですけれどあなたとお会いできる日を楽しみにしています。 はい、ありがとうございます。本当に今日は貴重なお話を伺えて、とても私も刺激を受けましたし、なんかこれが広がっていくことで、はい、一人一人の日常の考え、感情や自分との向き合い、人との向き合い、すべてが変わっていくのかなっていう希望を感じました。吉田さん、本当,は本当に今日はお忙しい中どいし、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。